はい、皆さんこんにちは、ワネリグルージュです。今回は信長の野望創造ですね、プレイをしていきたいと思います。で、今回はですね、第3話ということで小野正嗣のプレイの続きになります。大河ドラマ、いい直虎、女城主直虎かな、にね、ちょっと乗っかったプレイにはなっているんですけども、今回も引き続き皆さんと一緒にプレイの方していければいいかなというふうに思っています。で、コンセプトの方はですね、これまでにお伝えを何度かさせていただいていると思うんですけども、お家の乗っ取り物語ということで、本来だったらですね、大河ドラマに乗っかるんであれば、井野屋、井家を乗っ取るっていうのがね、一番面白い感じになるのかなとは思うんですが、残念ながら、井野屋、井家自体が独立したところにはなっていないので、今回は今川家をね、乗っ取るっていうのを一つのコンセプトにしていければいいかなというふうに思っています。ですので、なんとかね、そのあたりを達成できるようにとは思っているんですけども、まともにぶつかりに行ってもというか取りに行っても当然、今川家少なくともね、今時点ではとても大きいのでどうにもならないというところもあります。で、今こちらちょうど飯野屋州見てもらっていますが、支持率 100%、今川家にいつでも、取り込まれる、今川からすると取り込める状況にはなっているわけなんですが、少なくともね、そのためにはこの城をもらう城主になるっていうところをまず達成していかなければいけないかなというところにはなります。で、今ですとその城代、城主の一個前の地位への打診は来てますんで、もう一歩で城主になれるかなというところですね。では早速続きの方をプレイしていきましょう。で、ちなみにですね、今回がゴールデンウィーク明けの初めての収録になりますという話をしているところで、吉本から合戦の参戦要求が来てますね。選挙の説明をじゃあ聞いていきましょう。現在東方約1000の手勢にて末盛城を囲んでおります。小田川との合戦になりますね。ここで末盛城を取っておけばより城主になる機会が増えるので、ここは出陣していきましょう。3000の兵で出陣です。で、味方が4800で、敵308、これ敵の5詰めが来なければ、簡単に襲っせるかなというところですね。特に何も考える必要はないでしょう。でも、ゴールデンウィーク明けの初めての、収録、ゴールデンウィーク明けっていうとね、ちょっと厳密に正しくないですね。僕が、ゴールデンウィークにはですね、5泊7日かな。5泊7日でちょっとアメリカの方にですね、奥さんと旅行に行ってまして、その旅行から帰ってきて初の収録ですね。で、アメリカの方にはですね、土曜日に、出発してですね、4月の、だから29日かな。4月の29日土曜日に、日本を出発。今回はですね、成田発のデトロイト、デルタですね。デルタ航空を使って、アトランタ経由でオーランドまで遊びに行ってきました。で、29日の金曜日に成田、日本を出国して、土曜日ですね。29日土曜日に出国をして、で、帰ってきたのが金曜日、5月5日子供の日に、帰りはですね、オーランドからデトロイトを経由して、同じく成田の方に帰ってきました。で、アメリカ東海岸とは時差が13時間あってですね、飛行時間もですね、12時間13時間っていうところでかなり長いので、車中泊ならぬ機内泊になりました。なので、
現地で泊まったのは5泊なんですが、飛行機の中で1泊っていう感じですね。でも、オーランド、まあ、フロリダにあるオーランドなんですけども、もう完全に夏でしたね。まあ、常夏といえば常夏なんですが、もう完全に真夏。歩いてるだけで汗が噴き出すような、まあ、そんな感じでしたね。で、ちょっと兵糧はあるもののお金がないので、兵糧をちょっと一部売っていきましょう。で、兵の数の回復を待ちつつ、次の。進出の機会を狙いますか。まあ、特にね、今訪問しておくべきキャラといえば、まあ、ナオトラあたりにちょっと一回顔を出しておきますか。で、ナオトラを訪問していきましょう。で、実はですね、僕ANA をいつも使っているんですけども、マイルを貯めるために。で、特に今はですね、スーパーフライヤーズというか、プレミアムクラスになっているので、ステータスが ANA の。なので、率先して ANA に乗っていきたいところなんですが、ゴールデンウィークのね、ANA めちゃくちゃ高くてですね、ちょっと航空券の手が出ませんでした。なので、今回は価格重視でデルタ航空を使ったわけなんですけども、デルタ航空ね、結構快適でしたね。で、ちょっと話の途中なんですが、清洲城の攻略戦始まりますので、兵3000で出陣していきましょう。もう何が快適ってね、これもしかしたらね、間違いかもしれないんですけど、座席のね、幅がね、ANA よりもちょっとね、ゆとりがある気がします。で、まあ、例えば沖縄に行くとか、マカオに行くとかであれば、まあ、フライトの時間が短いんでね、ほとんど気にならないと思うんですけど、やっぱね、12時間を超えるようなフライトになると、このわずか数センチのピッチの差っていうのはね、結構大きいですね。で、あとはですね、機内食が12時間、13時間乗ると、まあ、約3回、ちゃんとしたものが2回と、あとはまあ、ちょっとしたね、おやつと、デザートみたいな感じ、まあ、アイスクリームだったんですけど、っていうのがね、配られて、合計3回っていう感じでしたね。で、行きがアトランタ経由で、まあ、アトランタまで約12時間、13時間。で、アトランタからオーランドまで、まあ、2時間ぐらいでしたね。で、帰りは、先ほどお話したように、デトロイト経由。まあ、同じく、オーランドからデトロイトまで、まあ、2時間ぐらいで、デトロイトから成田まで、と日本までが、まあ、約12時間、13時間っていうところでした。で、特に行きはですね、アトランタでの乗り継ぎが、まあ、1時間半ぐらい。で、トランプ大統領になってから、出国入国がちょっと厳しくなったみたいな話があったんで、どうかなと思ってたんですけど、まあ、行きはですね、まあ、1時間半ぐらいあったので、まあ、余裕を持ってトランジット乗り継ぎできたわけなんですけど、帰りがですね、実質乗り継ぎ、まあ、ボーディングタイムまで、がですね、30分ぐらいしかなくてですね、ちょっと焦ったんですけど、デトロイトのゲートがですね、到着、オーランドからデトロイトまでの到着ゲートと、まあ、3つぐらいしか離れてないところが成田行きの出発ゲートになっていたので、まあ、ここもね、全く問題なく乗り継ぎができましたんで、まあ、ちょっとね、心配はしていたんですが、まあ、トランプさんの影響は全くなかったですね。というところで、織田家を滅ぼしたか。これ、こうなると、今川が織田家にいた武将たちを軒並み取り込むので、かなり強くはなりそうですね。で、大友の話ですね。あ、そうだ、コメント欄の方でですね、まあ、ちょっとこういったイベントも見たいですよっていうお話いただいているんですけど、もうかなりこちらのチャンネルで信長の野望をやり込んでいるので、
これまでにほとんどのイベントを見てきているかなというところもあり、かつ自分たちの今プレイしているところと関係ないところというのもあるので、基本的にはあのコメントいただいている中大変申し訳ないんですけども、まあ、スキップをさせていただく方針になっています。あのご了承いただければと思います。でもちろんどこのタイミングでねイベントを整理するような意味も込めてやっていければいいかなとも思いますので、まあ引き続きご要望があればですねおっしゃっていただければ、あできる限り対応はしていきたいというふうに思っています。これ企業通常の上司とかになるとな大きいんですけどね。今川も今かなり大国になりましたね。まああの尾張を完全に抑えましたからね。で美濃の一部大垣も取ってますし、この先さらに大きくなりそうな感じかな。ここまで大きくなっていくと、ただお家乗っ取りっていう意味で言うと一刻も早く城主になりたいですね。城主軍団長主任、これが期待されるな。今六角攻めに入ってるんだな今川は。向かうところ敵なしかな。さあ一国一城か、城主になるぞ。どこだ、鳴海か。まあ鳴海ね、鳴海か。もうちょっとでっかいところ欲しかったけど、まあ欲は言えないかな。稲葉山城の攻略か。稲葉山城を攻略してね、稲葉山をもらえるんだったら全然率先するんですけどね。さあでは配下の武将をこれからはもらっていきましょう。まず取り込みで飯の屋の取り込みは当然できないんで、提案で武将をもらっていきましょう。優秀な武将がやっぱりどうしても欲しいんで、お道館道館か、道館欲しいけどな。あとは大元節祭に樹慶に正信、ああ正信とか欲しいですね。ここは正信をもらっておきましょう。55でもらえる正信、これお得ですよね、どう見ても。あとね、アメリカ、まあ、何回か行ってるんですけど、行くたびにやっぱり思うのがね、やっぱ紳士の国ですね、アメリカは。自由の国とかっていうよりかはもう紳士の国。年配者の方に、まあ、バスの中とかで席を譲るのはもちろん、まず女性自体を立たせるっていうことがね、まずなかったですね。もう日本じゃね、考えられない。子連れとかね、そのちっちゃな赤ちゃんを抱いている女性に席を譲るっていうのはもちろん日本でも、常識的にやっていることだと思うんですけど、もう普通にね女性を立たせているっていうこと自体がまずなかったですね、見てる範囲では。もうすごい、その一言に尽きる感じでしたね。でタタラバが作れるのと、ちょっとね今回の新しいところですが、鉱脈が2つ、うん1つか、鉱脈が1つに名所か。なるほど、ちょっとやっぱり狭いといえば狭いんで、鉄とかが作りづらくはなってるかな。となるとやっぱり鉄砲は欲しいんで、建設で鉄砲火事は作りたいけど作れないかな。鉄が足りないのでちょっと様子を見ていきましょうか。であとは制作系ですね。制作を取り行います。そうすると、何を
中心にやっていくかですが、まず人口は増やしたいので目安箱は設置していくのと、あとは植木強化もやっていきましょう。常備兵は減るけどどうしても欲しいからな。まずはこれくらいでいいかな。商業収入もねまだまだ欲しいのでとりあえずこれくらいにしておきましょう。で、あとは家臣で提案で人材ですね。誰をもらっていくか。あ、勝家とか欲しいわ。勝家、一益、長秀、この辺りは欲しいな。あ、前田慶次とかも欲しいなとかって言い始めるともうキリがないけど、やっぱりあれだな、織田家取り込んだことによってかなり強力な家臣団が結成できますね。まず勝家をもらっていきましょう。勝家、勝松あたりがいればかなり安定した強力な軍を創設指揮できますね。やっぱね、アメリカ5泊はね短く感じましたね。とにかく短かったです。もうちょっとやっぱりね、休みが取りやすかったらいいんですけど、今年はどうなんだろう、5月1日2日を休めれば最大9連休とか10連休とかかなり長い、期間の休みに多分皆さんもなったんじゃないかなと思うんですが、もちろんね休めない方もいらっしゃると思うんで、まあ、一概にということにはなると思うんですが、秀吉がいるな。秀吉を先にもらった方がいいよな。ここは秀吉をもらいましょう。でこの後数増をもらいに行きます。じゃあ1個ここ先にこちらが申し出て合戦しておきましょう。もうちょっとね休みが取れればいいかなと。僕はね基本土日休みなので、まあ金曜日に帰ってきましたという話をしましたが、土曜日が休みで今土日ってねさらに休めれば9連休とかになるんじゃないかって話をしたと思うんですけども、ちょっと奥さんの方がねどうしても今回土曜日が休みが取れなかったので、それに合わせて僕も当然一緒に帰ってきたわけなんですが、もうあと1日2日あればですね、まあ、十分にアメリカも堪能できたかなと思うんですけど、時差がやっぱり12時間13時間あると、まあ、いわゆる時差ボケですね。これがね、かなりきついんですよ。で、時差ボケがようやく取れてきた、治ってきたかなっていう頃に帰国になるので、ね、実際ですね、帰ってきた夜も全く寝れなかったですね。もちろん、行った時も、寝れなかったんですけど、帰ってきてからもね、寝れなくてね、まあ、まったりまったり過ごさせてもらったんですけど、まあ、オーランド、フロリダはですね、まあ、いわゆる、ディズニーの本家的なディズニーワールドっていうのと、あとはユニバーサルの本家もね、本家というかまあその大きいテーマリゾートがあるので、まあそこあたりをね、楽しんできたわけなんですが、話の途中になっていましたけど、本当にね紳士の国でね、すごく見習いたいなという側面と、ちょっと自分にはここまでは無理だよっていうね、2つ両面ありましたね。で、作っていくところなんですが、ここは港を作っていきましょう。で、あとは家臣提案で武将ですね。まあ、信長とかもらえるとね、一番いいんですけどね。秀長か。秀長もらっとくのがいいか、一益もらっとくのがいいか。もう今だと一益か秀長かどっちかしかもらえない状況にはなってるので、まあここは秀長にしときますか。秀吉、秀長。両兄弟もらっておきましょう。
で、ナルミ城は長いしたくないというか長いするつもりもないというのもあるので、あまりせっせとやらずに、ここは無難に必要になることだけやっておきましょうか。で、どうしようかな。稲葉山の攻略に向けてというところなんですが、一徹がいたりとかするけど、稲葉山の攻略にあたってはどうかな。信康、あとは源義とかもいるけど、まあ特段密談してまでっていうところかな。まあ圧倒的に今川の方が兵力的に有利なはずですからね。山内千代が木材の線確保に乗り出してきたな。木材もね、まだ488しかないので、まあ、ここは任せちゃった方がいいかな。で、そうなると残っている任務をちょっと確認していきましょう。稲葉山城の襲撃で1800必要か。で、達成度が56ですね、今進行度が。で、木材1000はどうにもならないと思うので、これを山内千代に任せるとして、稲葉山城の攻略戦、襲撃戦ですね、こちらをやっておけば、この後に回復ができるはずだ。木材1000、千代が獲得してくるまでに少し時間があると思うんで。義達が出てきてるの、自ら。やるとするかかれ。やるとする。まあ秀吉も勝家も配下に入れてますけど、固有の特技からは割に千成秒短持ってるからな、強いよな。まあ全く問題ないでしょう。とはいえ兵はだいぶ削られたけど、思ったより削られてるな。このあと千代が達成したら即座に稲葉山城の攻略戦に入っていきましょう。出るぞ。必ずや勝つ。ご命令くだされ。先月の収支です。よし、これで投資も OK ですね。あと食事ですね、アメリカの方は。もうね、とにかくボリューミー。日本でいう M サイズというか、まあ、デフォルト の、 あのドリンクのサイズがね、もう 2L サイズで出てくるんで、うかつにコーラとか頼むとですね、もう当然飲みきれない量が出てきます。で、食事もね、一昔前に比べたら少しその、なんていうのかな、健康志向になっているとアメリカも言われているようなんですが、それでも、やっぱりね、ポテトの量とか、半端ないですね。で、あとお肉の量とかもですね、まあ日本でいう一人前が、デフォルトで2枚出てくるような感じ、ステーキなり、なんなりが。なので、でそのまま普通にね、食べ散らかしてると体がね、もうブクブク太りますね、あれは。で、あとは僕がですね、今身長が176センチで、まあ、日本だと、まあ平均よりやや高いかなぐらいなんじゃないかなと思うんですよ。まあ実際そのまあ真ん中より後ろ側に並ばされることが学生の頃は多かったんですけど、アメリカに行くと一番ちっちゃいですね、もう間違いなく。女性と同じぐらいの身長になります。
それくらいね、大きい、みんな体が。本当にね、羨ましいですよね、そういう意味で言うと。じゃあ稲葉山城の攻略戦に入っていきましょう。まあ、少し兵力としては整っていない感はある1800ですが、清洲城に布陣していきましょう。で、味方もね、総攻めになるんじゃないかなと思うので、稲葉山城に向けて軍を進めていきましょう。で、どれくらいの軍が味方から出るかですが、数で言うと稲葉山城攻略に向けては、鳥峰から2500で、犬山から2200で、清須から6500で、大垣から常ちゃんが2900。まあ1万を超える軍勢にはなってますね、これを見ると。じゃあこれで稲葉山城に行きましょう。稲葉山城がね、どれくらいあと軍を持ってるかにもよると思うんですが、始めろ、ご命令くだされ。まあ堅い城であることは間違いないと思うので、できるだけ兵は野戦で減らしておく方がいいんじゃないかなと思います。で、そうすると稲葉山城に救援が来るな。なのでこの救援も叩いておいた方がいいでしょう。で、この救援、浅井から来てる救援、浅井朝倉の救援も叩いた後に先月の終始で城攻めパートに移った方がおそらく効率がいいかなと思います。表情を始めましょう。報告いたします。そしたらもう敵の残りの数少ないので、城攻めパートに移っていきましょう。まあ、後ろからついていく感じでいいかなとは思いますが、まあ、とはいえそれでも多少はね、欲しいですからね、功績が。で、斎藤義達470になってますね、残りの兵数が。天守への一番槍だ。まあ、牛一の5000がやっぱり大きかったですね。6000かな、6000で出陣してきてましたけど。まあ、そんなこんなでですね、アメリカの食事、まあ、美味しかったんですけど、まあ、堪能して、体重がね、1キロ、2キロ太って帰ってくるかなと思ったら、まあ、大体500グラムぐらい増量してましたね。大体、57キロプラスマイナスちょっとぐらいの感じで、ずっと推移してたんで、まあ、58後半、59下手したらなってるかなと思っていたんですけど、なんとかね、57.6 で帰ってくることができましたんで、もうこれもね良かったかなと思います。で、斎藤家攻略の軍団長、これは就任していきましょう。で、稲葉山城をもらえたな。
ご命令くだされ。先月の収支。とはいえ稲葉山城に今誰が入っているかというと武将は誰も入っていないので、稲葉山城にこう入れて行きたいけど、稲葉山城はもらえたわけじゃないからな。斎藤家攻略のために与えられただけで、郡上八幡を落とさなきゃいけないわけだ。このまま稲葉山に人がめっちゃ入ってくるな。稲葉山に尋常じゃない数の稲葉山に武将が入ってますね。これ見ると27人の武将が入ってる。半端ないな。で、すでに兵数が5000を超えてるのか。これは早々に稲葉山取っちゃった後なんですけど、どうかな。もらいに行った方がいい気はするな。で、ここで数正も引き取りましょう。兵数が4000か。郡上八幡、これ攻略戦に入りたいけど、鳴海に今2976。いやー、これはもう早々に決着をつけに行った方がいいな。出陣していきましょう。出陣する。堀秀政が5000、直政か。しかも5000でしか出陣できないね、まだ。とはいえこれ以上時間はかけてられないので、出陣していきましょう。出陣するぞ。出陣するぞ。いざ戦へ。出陣します。負ける気がしないな。これで斎藤を滅ぼしてしまって、より力をつけていきたいな。報告いたします。今川に反旗を翻す時もそう遠くはない。出陣するぞ。やれ。負ける気がしないな。表情を始めましょう。先月の収支です。で、今後の海外遠征の話をしておくとですね、まあ、約1ヶ月後、6月の上旬頭にはですね、ちょっと早めの夏休みを取らせていただいて、タイの方に、まあ、1週間ぐらい、遊びに行く予定になっていますというので、まあ、まだね、心の安定は保てますね。1ヶ月先に、タイ遠征があると思えば。まあ、有給休暇がね、僕だと今42日年間まで貯められる状態になっていて、まあ、実際今42日あるんですけど、42日をね使い切りたいんですよね。年支給される有給の数が21日で、前年からの繰り越しを含めるとマックス、先ほどお話したように42日まで、もらえるというのが、僕の今勤めてる会社の仕組みになっているんですけど、さすがにね、42日、年間有給を使い切るっていうのはね、もうほぼ不可能。21日をもらえるんですけど、42日以上貯められないので、最低でも21日年間使っていかないと、有給休暇をね、捨てていくことになってしまうという感じなんですよね。で、斎藤家滅ぼしたことによって、次、桜家攻略になってますね。攻略目標が。はい。というわけで、ちょっと有給休暇の話途中で、途切れちゃいましたけども、キリがいいのでこちらで一旦終わりにして、次回この続きをプレイしていきたいというふうに思っています。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。